栃木県のスキー場ではゲレンデ一面に咲いた百合の花が見ごろを迎えています。那須塩原市のこちらのスキー場ではシーズンオフにもお客さんに楽しんでもらおうとゲレンデ一面に百合の花およそ75万本が植えられています。赤、黄色、オレンジと色とりどりの百合は50もの品種があるということです。訪れた家族連れらは百合の花をカメラに収めたりリフトに乗って百合の絨毯の空中散歩を楽しんだりしていました。百合の花は今月いっぱい見ごろだということです。